どうもジョーです。ルルカ実況やっていきます。とりあえず前回ね、シャドウノーブル捕まえる予定だったんですけど、もうやめます。あいついらないです。あいつはもういらないです。なんでかって言ったら、ちょっとネットで見たらね、あんま正直ちょっとね、特性が、なんか呪い攻撃とか呪いブレイクとかっていうね、本当にもう参拝も確実のね、クソ微妙なスキルしか持てなかったんで、やめました。いりませんもう。二度といりません。というわけで、いきます。もう先進みましょう。やっぱね、多分ね、もうね、この、ギガ光で行くしかないかなと思ってるんですよね、もう最後まで。あそこに出現するらしい、本来は。らしいんですが、まあ無視でいきます。ちょっとボスまで突っ走ります、もう。まあドラゴンクエストね、いろいろか。多分ね、コミュニティ対戦はね、多分ね、しようと思ってもできないと思います、多分。まあ理由は、まあモンスター育成が多分無理だからですね。正直。ちょっとね、やってるゲームが多くて、育成が多分間に合わないというか、ん？何これ？どういうことこれ？え、これどっちか行った方、明らかこっちか行った方が早くない？待て。行くぜ！ブラーッ！この方が早いやんな。シュワーン！待って、オッケー。さーて行きますよー。お、マジけ。マジけ、ロベロス。このパーティー行くしかないんですもん。おら、結構強いやんけ。案外強かったっていうね。ブレイク。もう行っちゃう。ほんま強いな、こいつ、ほんまに。で、メタルスライムもそんなに弱くはないから。まあ、会心出たら終わりやけどな。そこが唯一の弱点。会心完全ガードで持たせればあれなんでしょうけどね。主要突破行くか。主要突破剥がります。まあ、ドラクエシリーズはヒーローズをやってるので、まあまあまあ、イルルカは、裏ボスをクリアしたら多分終わると思います。で、そっからまあヒーローズをクリアとかして、また、イルルカ再開する可能性は、ないこともないですけど、わかんないです、それはまあ。またデータだけ残しといてっていう感じにしとこうかなと。とりあえず裏ボス倒してね。だからまあ名もなき腰山倒してから終わります、これはね。We together, be together, boy, meet together. 多分この辺からシルバリヌスが出てき始めるとこ、セルゲーナスと、うわぁ、キラーマが、ヒーローズでお前ら見たわ。いっぱい倒したわ。ヒーローズやったらこのもん敵がめっちゃ少なく感じるな。待って、どっちが正解？あ、こっちが正解ね。よかろう。よかろうもん。ネプチューンだもん。あ。オッケー。結構来たぞ。マスすら。うお、マジで？低い鳥？逃げよう。逃げたろ。マスタースライムダサいよな。なんかマスターって感じせえへんもんな。ちょっとデザインちょっと手抜いた感あるもんな、これ。ほんまに。カッタースライムみたいな、なんか、カービィのカッターみたいな感じになっておくからな。マスターって感じでとてもじゃないけど、せえへんよな、こいつから。これどっちや？こっちだ？こっちだね。ローン。上へ参ります。うわ、あいつなんだっけ名前。ドラゴン？ソルジャーじゃないな。スカイゴッドソルジャー。あ、こっちか。どっちや、これ。どっちですか？ああ、ちゃうちゃう、こっち下か。なんだこれ。ん？これ何？あ！なるほど。やめて。え、これ。マジで？ちょっと待って。黄色のスイッチ押さなかったこれ。マジか、ややこしいパターン。ややこしまいか、これ。うわ、いけへんぞ。いけんぞ。これはちょっとややこしまいですね。次、どこや？こっちか、じゃあ。あの奥に宝箱があって、スイッチはない。じゃあ、こっちか。こんな遠回りせなあかんかったんだ、これ。
え？うわ。最初あそこミスったな。二回押したからか、あれ。なるほどね。はい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 。ミスった。6勝。高橋ジョージ。どうだい？元気かい？高橋ジョージも追い詰められてますね、今ね。ドラゴンライダーか。あいつとかほんま使った思い出ないな、ドラゴンライダー。なんかドラゴンライダーってモンスターズというよりはなんかな、なんやろ。ドラゴンクエストのセブンとかになんか、出てきそうな、セブンの中盤らへんに出てきそうな、雑魚敵みたいなイメージですね、正直。ロック長はやっぱドラクエモンスターズのイメージ強いな、こいつは。こいつはね、確か小さなメダルでもらえた気がする。最初の、一番最初の、テリーのワンダーランドで。あ、サンダーバードだかな、あれ。ロック長かサンダーバード。ロック長はなんか若干俺のイメージ、サンダーバードのツイみたいなイメージがあるんで。よっと、いける。ん？おう！ああ、こっちからいけるんや、すぐに。なるほどね。短縮させてくれと。手間を取らせんぜ、いうことですね。服やめろ。服いらん。服いらんぞ。おお、いやん。いやん。3か。いらんけどな、正直。さて、いきます。なるほど。あ、懐かしいこれ。ピンクスライムや。ピンクスライムや。あ。でっかくなっちゃった。え、これ何やるん？え、これ何やるん？おお。ジェネラル。ジェネラルさん懐かしいな。クイーンスライムやったっけ？名前やったっけ？忘れたわ。来ました！ゴール！あの、セルゲイナさんどこおったんやろ？もうちょっと上か。もう覚えてないやろ、俺も正直。でもまあ間違いなくもうこの辺ゴールやからな。あ、なんかあった、なんかあったで。待って。おい、ちょ、待って。なんかあったぞ、さっき。やばい、やめろ。ボスやめろよ。うわぁ、ミラクリアちゃん。くんところ嫌がったのか。その人どうやら観念しようだな。サタンパピーゴール。思うたが。強そう。まったくしつこい小林じゃのう。ケーキ、数百年一度海を釣られるという幻の卵、簡単に諦めてたまるか。まだ、道具様ってもう終わってやる、道具様。あげてしもたわ。なんやてっていう感じだな、こいつら。しかも、道具様おれへんからな。こいつら連絡網が。ちゃんと連絡しとけよ。LINE しとけよ、ちゃんと。お前。道具に LINE しとかんかい、ちゃんと。バカめか。この竜恨みな。ザクの分際で俺に、歯向かってくるとはな。一度懲らしめてやらねばならんようだ、カプリゴン。はい、このカプリゴンが結構な、捕まえるんが、手に入れるの結構難しかった気する。えい、行こうか。おはよう。行動範囲持ってない、確か。ブラッ。お疲れい。サタンパピー。お前弱かったよ。オッケー、終わった。弱い。うらっ。うらっ。そこ痛い。そこ。なるほど、これ通常攻撃じゃないと、これって奇跡の次発動せへんねや。今知ったわ。なんか HP 回復せへん時あると思ったんで。だから通常攻撃打たした方がいいんや、これだから。絶対。あ、そうや、絶対そうやわ。なるほどね、そういう仕組みやったわけね。イカズチの玉。ヒーローズでイカズチの玉落としたわ、確か。誰やったかな、誰かが。ちょっと忘れたけど。ちょっと待って、さっき玉、最後ステールスやったと思うん、多分あれ。俺たちが手も足も出ねえなんて、まさか本当に道具様、グッ。オッケー。多分最後ミラクリア戦った気がするな、これ。なかったっけ？
久しぶりじゃん、シカル。たくましくなったの。ヤドルギの塔の主とでも呼ぶがよい。呼ぶがいい。なるほど。狭間の闇。かっこええな。もはや目前じゃった。魔の者、あれこそ闇の衣をまとうし、滅びの使者。新竜王じゃ。だあ、新竜王。闇の衣は全てを攻撃を無に返す。無に返す、無に帰す。恐ろしいオーラ。じゃが、究極の鍵を使えば、闇の衣さえ打ち払うことができよう。ほうほうほう。なるほど。わかりましたよ。ん？どこにおる？スライムベホマズンじゃなくて、なんだこれ、あいつね、ダイヤモンドスライムが。なんでダイヤモンドスライムやねんって話だけどな、一つで思うのは。さて、戻りまーす。多分あれ、ステルスかな、あれ。なんかもうな。地味にあるもんな。ステルス当ててくれ。ステルスは絶対逃したくないから。はい、来た。これがあればメタルキング狩りできますね。まあ、ただメタルキング狩りする前に、まあ終わるかもしれんけど。最強のこれ特技。これを使えばもうね、野良戦は全くしなくていいんでね。よし、行こう。さーて、戦いますか。プレサントね。ワン。光ってるね。しかも結構でかいねん、こいつ。ほらよ。見せてやろう。親子に見えへんやん、これ。自慢げに。でも変態マスクか。なんとマイクルシー名前じゃの。センスやばいな、こいつ。さて、行こう！ドラゴンクエスト6の最初のドラゴン乗るときの感じですね、あれは。これはまさに。捕まっておるのじゃぞ。多分この後ミラクリアと戦ってやったかな。じゃなかったっけ。で、新竜王。で、そっから順番に、でかいボス戦っていったような気がするけども、忘れた。うん。だから結構もう連戦やったと思うよ、これ巨大モンスターの。巨大ボスの。もう多分。ダンジョンはもうないと思う、新しい。見えるか光る。あ、これや。ファウドみたいな感じ。ガッシュベルの。チェーンソーみたいな感じだけど、若干形的には。究極の鍵じゃ。おう。ドギモを抜かれ、うっかり手を離すなよ。これ絶対笑い取りに来とるやろ、若干。パサン。パサン。いけ、ミラクリア。ファウドが動いて、姿を現す。多分これ乱入してきた気がするな。してこんかったっけ？あ、おお、これやか。エスターク。ただない。何も持ってないエスターク。あれこそが狭間の闇に対抗し得る。我らの最終兵器、大魔神像じゃ。その力を持っていれば、神竜の闇の衣を吹き飛ばしてくれよう。じゃあ、今のままであの大魔神を動かすことはできぬ。あれ、どうやって動かさないんだっけ？なんかいるやん、確かこれな。もう持っとったやろ、俺多分。さすがにそれ集めに行けとかないやろ、多分。さすがに今からもう。もうちょっと覚えてないけど。ただ、新竜王が強かったことは覚えとうわ。他はもう覚えてない。イメージ残ってないけど。ほう。ああマンモデウス・リバイア様。オリハルゴン。の力が必要。そういうことね。確か、変態マスクを入れた状態で多分倒すとかなんかそんなんやったっけな、確か。違かったっけ？力集めてくるみたいな感じやな、確かこいつ入れてからパーティーに。やな。ほうほうほう。お前そんな使命があったんか、変態マスク。ほう。主狩り？マジで？
やばいやばい。主狩りしとるってあいつ。そう、こんなんやったわ、確か。もうこれストーリー忘れてもと1年前やからな、何せ。何せ1年前ですからな。まあ、これでいいか、パーティーは。戻ろっと。世界に出ます。オアシス。さて、オリハルゴン。でも、神竜を敵対したらもう終わりやからな。化け物やから、あいつマジで。オリハルゴンどこにおるんや、あいつ。多分もうこの辺やと思うな。オアシスキャンプかな。デレデレデレン。レン、レン、レン。デッデン。おるやん。きたー。いけ、離せ、オリハルゴンと。オリハルゴンの剣をゲットしろ。今こそお前の力見せ所。ウィーン。ソーラービームみたいな聞いてない。これ怒らせんととかならへんよな。確かに、さすがそうじゃないか。から聞こえるか。わしじゃ、ヤドロギの塔の主じゃ。は？なるほど。倒せと。言いちゃった。こいつ結構強かったかな。そう覚えてないな。ジバリーナめっちゃ撃ってきた思い出があるな、こいつ多分。そんなイメージがあるんやけど。オリハルゴンイコールジバリーナみたいなイメージあるんやけど、ちゃうんかな。まあ、いけるか、俺やったら。楽勝やろ、こんなもん。来なさい。ただ、会心の時期だけ出すなよ、絶対。それから頼むぞ、お前。引っ込めるけどな、俺はもう速攻で。脱力切りしてからもう永久に攻撃でいきます。さーて、いけ！ライジョサザさんは？よし。危ない！危ない！完成私、効きません。効かん。やはりジバリーナか、お前、ほんまに。ジバリーナ大好きやからな、お前、ほんま。カブト割り、いけ！痛い。下げろ。よし。これで。もう楽勝ですね、これで。楽勝だぜ。痛い痛い。よしよし。一芸でんへん。さすがそんなでんへんやろ。オッケー。余裕。きたー、デビルマン。まあ、一応、ねんねんねん。死なれたら困るんでね、今。死なれたら困るので、任せたよ。うらっ！おい、もっと攻撃してくれよ。弱っ！弱っ！実力差がありすぎるな、ちょっとな、これな。ただ結構暗い、これは。弱い！そこ！チェスト！んまちゃ！強し！よーし！もうほぼほぼ終わりですね。奴の息の目も止まります、もう。痛い痛い。よし、ここはもうちょっとね、モンとなしられても困るんで。まあ多分もう会心出ないでしょ、これ。もう行きます。ご了承。痛い。もうそっちかい。終わり。オッケー。新鮮な落とせ、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 落とせ。頼む。オリハルコン。いらん。オリハルゴンからオリハルコン。うお、17上がる。マジか。あいつほんままで伸びるな。正直あいつまだレベルマックス上げたらめっちゃ伸びそうやもんな。多分な。めっちゃ強なると思うで、あいつまだ。遠征光る。さすがやな。ギガヒーローがこんな強いやつやと思ってんかったもんな、俺。一貫を使わへんかったからな、昔は。使おうとすら思わんかったよな、あいつ。存在は減ったもん、まず。ブイーン、来たー。鼻から注入。いけ。口に行った方がええ気がするけど、いけ、頼む、繋がれ。これで俺ヘルゴンの力を吸収。これは俺のふるさとか？なんのことや。まあ、オリハルゴン確かこれだな。戦士やった気がするな、確かこれ。人なんやろ、確かこれ、全員。魔物は。おぉ。勇者やろ。アトスやったっけ？じゃなかったっけ？ああ、これこれこれ。この金の斧めっちゃ強そうやろ、これ。アトスかな？アモンか。
めっちゃ渋い顔しとるけどな、こいつ。長老。戦士アモン。めっちゃ顎出とるけどな、これ。じゃあな、アモン。では行ってくる。あの斧かましたらさ、勝てるわな、これ。お、これはミラクリア、確かこれ。賢者ミラクリア様。四戦士ですね。そうだ、俺は戦士アモン。かつて賢者ミラクリア様と共に、狭間の闇に挑んだ戦士のうちの一人、勇士のうちの一人。で、あとメルナやったかな。そんな感じの名前だった気がするな。ちょっと忘れたけど。来たぞ。戦士アモンの力をゲット。オッケー、加入。転校生来たで。俺らの姿が今まで来た。もう覚えてなかったやんけ、お前。さてと、いろいろ聞いたこともあろうが、今は時間がない。さあ、これを受け取れ。来ましたよ。アモンの魂。なんかやろ、多分。アモンのペンダントか。アモンのマガタマ。黄金のマガタマ。来たぞ。ははははあいつ多分歯真っ白あるな、多分。若干心情みたいな匂いしたもんな。よし、とりあえず、次これ、あ、終わりか。はい、というわけでとりあえず一旦今回は20分来たんで終わりますけど、次ちょっと展開も忘れたんですけど、多分まあまあ、リヴァイア様とマンモデウスも多分勝負するようになるんかな、わかんないですけど、まあまあ、次またミラクリアンと思ってイベント進めていきたいと思います。もういよいよ終盤ですね、いろいろかも。あと多分パートは、5から10ぐらいで終わると思うんですけど、最後まで見てほしいなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。